はい、マサヤさん、腹筋の方法について、小型ある足用事、村岡さんのガボツ150の動画のように瞬間で力を入れる腹筋の下もかかり悪く、あの口の中に入れているのにも口にかからず、スポンジが達しました。ガボツさんに、ああ、そうですね、クムさんのようなスリープに力を加える腹筋に変化することでノリが良くなりました。そうですね、基本遠いときはスイープがいいですね。で、ちっちゃいルアーは針小さいんでスイープでも刺さるんですよ。でもガボツ150ぐらい、2番フックぐらいになるとスイープだとね、結構先端乗ってるだけなんで、トレブルフック3つで針先9個でどうにか繋いでみたいな取り方になっちゃうのが自分は嫌なんで、あの刺しに行くっていうなると、あのハイローラーのでね、あんだけ合わせてるようになるんですけど、でもハイローラーもあれ柔らかいんで、あの時追い風乗っけて60メーターぐらい投げて巻き始めすぐドンってかかる遠くのね水面ですから、でかかった瞬間エラー洗いしてるんで、基本あれぐらい合わせてるんですけど、多分60メーター先で持ってたらこんぐらいです。ウィーンウィーンバンじゃないですよ、ウィーンって引っ張ってるぐらいです。ハイローラー持ってる人なら分かると思うんですけど、それぐらいしかさせてないんで、あれでもバランしてるんですよね、差し切れてなくて、あの魚がこっち側にエラーラーしてたら多分ウィーンじゃ全然魚の方が勝っちゃうんで、糸がたるんでたりして外されている、外されてるシーンもありますよね、暴れたのって、そういうケースですね。